コーリス・ウィリアムソンは、アメリカ合衆国アーカンソー州出身の、元バスケットボール選手、原指導者、NBA のサクラメント・キングスなどで活躍し、現在は、オーランド・マジックのアシスタントコーチを務めている。アーカンソー大学時代の1994年に、NCWA トーナメントで優勝し、ファイナル4の最優秀選手にも選出された、ウィリアムソンは、 翌年の1995年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。13位でサクラメントキングスから指名されて NBA 入り。1997から98シーズンには平均17.7得点を記録し、ミップ候補にも挙げられたが、チームは1998から99シーズン開幕前にリック・アデルマンを HC に迎え、クリス・ウェバー、 デジャスト・ヤコビッチ、ブラデ・ディバッツなど大型補強を行い、ウィリアムソンの序列は低下。結局2000年末に、ダグ・クリスティとのトレードで、トロント・ラプターズに移籍。さらに2000から01シーズン途中に大型トレードで、デトロイト・ピストンズに移籍。ピストンズ加入後は、シックスマンに転向し、2001から02シーズンは、NBA シックスマン賞を受賞。2003から04シーズンには、 NBA チャンピオンを経験した。2004年夏にフィラデルフィアセブンティーシクサーズに移籍するも翌年2月にクリス・ウェバーとの大型トレードでサクラメント・キングスに復帰し2007年に引退した。2013年キングスベンチにて引退したウィリアムソンは故郷のアーカンソー州に戻り地元の大学から高知業を開始。2010年からは アーカンソー中央大学のヘッドコーチを務め、2013年8月に、古巣のサクラメントキングスのアシスタントコーチに就任した。2016年7月26日、オーランドマジックのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。